チャーチストリート郵便局 AT&T ロングラインズ、ビルチャーチストリートは短いが交通量の多いニューヨークシロワー,ーマンハッタンを南北に走る通りである。その南端はトリニティプレイスにそのまま繋がっており、その北端はキャナルストリートである。トリニティプレイスはバッテリープレイスから始まりアップタウンへ向かって伸びていく。この通りはトリニティ協会。 ユナイテッドステーツリアルティビルそしてズコッティパークの西を通過する。そしてワールドトレードセンターサイトの生誕の途中でトリニティプレイスはチャーチストリートとなる。キャナルストリートの数ブロック手前でチャーチストリートは6番街の南端と接続している。ワールドトレードセンターが建設される以前はトリニティプレイス、チャーチストリートそして6番街はバッテリーパークからセントラルパークまでを 連続してつなぐ四車線の機体機能通りを形成していた。チャーチストリートの名前はトリニティ教会から取られている。これは歴史的なゴシック様式の大聖堂でブロードウェイのウォール街の地点に位置している。チャーチストリートは早くとも1761年には通りとして形成されていて、1784年に拡張された。 この通りの一部はこの教会によって回答られたが、1804年にニューヨーク市に譲渡された。トリニティプレイスという名前もまたトリニティ教会から付けられている。1834年にそう名付けられる以前は、ランバーストリートやロンバードストリートという名前が付けられていた。IND8 番街線がリバーティストリートから6番街の間のチャーチストリートの地下を走っている。 BMT ブロードウェイ線の一部の区間もチャーチストリートの地下を走っている。この路線のコートランドストリート駅はワールドトレードセンターのすぐ側にあり9.11テロ攻撃でダメージを受けた。レクターストリートの付近にはトリニティプレイスをまたいでトリニティプレイス橋が架けられている。この橋は1989年に竣工し、 トリニティ協会の背面と教会の主催館をつなぐ施設の高架橋である。ありがとうございます。